うん、甘い、うんうん、うん、最高、うん、あー美味しい。お前いつもお菓子ばっか食ってんのな。最近の駄菓子は軟弱だよね。甘すぎないお菓子の何がいいんだろうね。うん、まあ、虫歯いっぱいあるだろ。そんなことないよ、ほら。わかったわかった口閉じは汚ねえな。お、当たってる。え、ほら見て当たってる、やった。私もう一回行ってくるね、当てて。おーバカ、おいゆら、もう、もう勘弁してくれよ。阿部さん、今のがそうですか。そうなんすよ、もうわけわかんないやつね。で、これに全部入ってます。わかりました。あ、ちょっと阿部さん、俺これ終わったらこの仕事辞めようと思うんですけど。怖くなりました。まあそうっすね、俺を拾ってくれたのすげえありがたかったんですけど。私が決めることじゃないですよ。いや、ほんとすいません。それで彼女はどうなんですか。ああ、ユラスか。普段あんな感じでぶっ壊れてるんですけど、腕は押し押しますよ。あんな小さいなりで、まあ仕事早いっすよ。そうですか。計画できたら連絡します。了解っす。お疲れさん。おしるこですか。そう、いろいろ飲んだんだけどね、これが一番おいしいの。種類の話では。まあいいか。部長はこの仕事始めたの？そんなこと話すわけないでしょ。そう？私は話せるよ。いいですよ。私はね、日本に来る前はね。結構です。あ、大丈夫です、話さなくて。ちょっと待って待って、阿部ちゃんはどうせあれでしょ、生きる気力なくして服従に燃えたとかそんなんなんでしょ。あれ当たっちゃった。やっぱそっか。みんなそうなんじゃないんですか、こういうのは。そうかな。まあ今は違いますけど、きっかけはそうかもしれませんね。君は違うのかな。なんかこっちってさ、いちいち命が重いんだよね。こっち平和だからさ、銃撃とか自爆テロとか麻薬戦争とか全然そんなんないじゃん。ああ、日本ね。そうですね。だからきっかけっていうか、簡単に金稼げるからやってるって感じかな。そんな理由で。じゃあ人生の先輩として阿部ちゃんにアドバイスしてあげる。先輩とは君のことですか。もし自分が壊れてるって感じてるんだったらさ、希望持ちだ。はあ、なんかね、小さなことでもいいんだよ。紙買うとか、何の役に立つかもわからない資格取るとかさ。なんかちょっとでも希望があればさ、壊れないよ、私みたいに。君みたいに何その顔。いや別に。
私はね、今日からスズメを飼うことにしました。いや、違法でしょ、それ違法ってあとバカじゃないのあ、確かに。あの子たち、ね、騒げなきゃ。